言うことを命の重みを味わいなさい。即戦即決といこう。くるくるーっと。ルールは破るためにある。うちがいるんだから負けないよ。逃がさない。落ち眠るといいわ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。いい感じだ。私が誰だか知ってる？こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるねー。くるくるーっと。
言うことを聞き、命の重みを味わいなさい。くるりんっと動かないでね。今祝福してあげるから。逃がさない。痛くも痒くもない。眠るといいわ。痛くしてあげる。くらえ。まだ早いし、どこかへ行こうか。
まには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。くるくるーっと。ああ、ルールは破るためにある。くるりんっと。私が誰だか知ってる。こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるねー。壊れないよ。かゆくはない。つまんないの。くるくるーっと。眠るといいわ。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。私に重傷ね。うちに出くわすなんてついて。動かないでね。今祝福してあげるから。殴ったね。間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。察しがいいのね。ルールは破るためにある。くるりんっと。落ち、眠るといいわ。お前の番だ。うちがいるんだから負けないよ。逃がさない。私が誰だか知ってるの。こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるねー。くるくるーっと。あなた、ちょっとは静かになさい。勇気の血の重みを味わいなさい。くらえ。
て。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。くるりんと。手のほど命の重みを味わいなさい。私に出会ったことを。ちょっとは静かになさい。うち今回は足を引っ張ってない。私が誰だか知ってる。こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるねー。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。破るためにある。くるくるーっと。手の施しようが。眠るといいわ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。言うことを聞かない。命の重みを味わいなさい。くるりんと。まだ早いし、どこか行こうか。一目惚れはオークションハンマーの音で伝えろ。遅延による骨董品オークションが近日開幕。興味のある人はぜひルローシャキャンプで行われるオークションに参加を。よそ者、お前のことは覚えてるぞ。オークションでお宝を探すつもりか。そう言うなよ。俺の話を聞けば絶対に興味が湧いてくるぞ。俺たちのオークションにはそんなに多くのルールはない。ベロブルグの奇怪なお宝から道端で拾ったボロボロの靴下まで何でも揃っている。絶対に気に入る品があるはずだ。
支援がルローシャキャンプの運営に携わるようになってから物資の配給に大きな問題があることが明らかになったんだ。大抵の人はガラクタをたくさん抱え込んで生活に役立つような物資の交換を拒むんだよ。そこで俺たちはみんなが必要なものを手に入れられるように各自の所持品を使ってオークションを開催することを思いついたのさ。主にキャンプにいる流浪者だけど、もちろんボルダータウンの住民なら自由に参加できるぞ。参加者が多ければ多いほど出品物が豊富になるし、オークションの目的が達成されやすいからな。買い手と売り手の双方に身分情報を登録してもらう必要がある。それから出品物の品質が合格ラインに達していることを確認するために出品物情報の登録も必須だ。あとは普通のオークションと同じだよ。オークショニアが出品物を紹介して買い手が値段を提示する。どうだ、簡単だろ。そうだな、例えばオレムさんが使ったグローブとかフィドラさんが制作したロボットとか。ルローシャキャンプには古代遺物を探す異端者がたくさんいるから、このオークションでも珍しいお宝が数多く出てくるはずだ。ここだけの話、今回は新品同様の地髄鉱脈探針も出品されるらしい。なんだ、知ってるのか。それでどうだ、さっきよりオークションに興味が出てきただろう。よし、それじゃあオークションの詳細が書かれたパンフレットをやるよ。当日は絶対にルローシャキャンプに来てくれよな。地髄鉱脈探針のことをフックに教えよう。もしかしたらフェスマンのために宝物を取り返そうとするかもしれない。モグラ島の名誉隊員、ちょうど探しに行こうと思ってたんだ。お、急ぎの報告か。じゃあお前から話せ。え、なんで私の考えてることが分かったんだ。私もお前に単身のことを聞きたかったんだ。それで何か手がかりを見つけたのか、名誉隊員。オークション、こんな偶然ってあるのか。大丈夫だ、こっちにはお前がいる。お前が私の代わりに競り落とせばいいんだ。頼りにしてるぞ、名誉隊員。危機はまだ魔女ババアのところにある。早く取りに行ってオークションにエントリーしよう。魔女ナターシャ、お姉ちゃん、キキはもう治った？フックのクマのぬいぐるみのことね。大体のほつれは治したわ。確かめてみて。わあ、新品みたい。ナターシャお姉ちゃんすごい。喜んでもらえて嬉しいわ。でもぬいぐるみを受け取るだけなのにわざわざ彼を連れているなんて。言いなさい、今度は何を企んでいるの。私たちは多く…あ、違う、何も企んでない。そうだよ。フックが言いかけていたのはオークションよね。ルローシャキャンプのかしら。そう、私が頑張って直した機器をオークションで売り払うつもりなのね、フック。それは、その、おい名誉隊員、早く私の代わりにごまかせ。君たちのコンビは本当に可愛いわね。ただの冗談よ、フック。キキは君のものだから
どうするかは君が決めていいわ。ただ一つだけ約束してちょうだい。何？もう列界には行かないこと。フェスマンさんはこの前のことを聞いて、わざわざ私に根掘り葉掘り聞きに来たのよ。君の心配をしているの。分かったらもう彼を悲しませるようなことはしないでね。親父、分かった、約束する。もうナターシャお姉ちゃんと親父を心配させない。またこの子の世話を頼むことになりそうね。でも君も楽しんでいるみたいだから、これ以上は何も言わないでおきましょう。行ってらっしゃい。順調に行くことを祈っているわ。ありがとう、ナターシャお姉ちゃん。行こう、名誉隊員。いざオークションへ。こんにちは。オークションへの参加をご希望でしょうか？そうだ、このでっかいクマさんを売りたいんだ。ぬいぐるみ？ちょっと見せてください。申し訳ありませんが、これは売れない可能性があります。とても価値があるようには見えません。ではもう一回見てみます。確かに作りは悪くない。布地も柔らか。でもこれだけでは大した値段で売れませんよ。待ってください、このぬいぐるみの目、天然の国宝石ですね。なんと、こんなみすぼらしいぬいぐるみにどうしてこのような貴重な宝石が。おい、今みすぼらしいって言ったか？取り消せ。まさかこんなことが。ただもう一つ言わせてもらえば、これは宝石を外して出品した方がいいと思います。なんだって？これはキキの目だ。取るなんて許さない。怒らないでください、お嬢さん。怒らないで。わかりました。では売り手の意思を尊重してこのまま出品しましょう。それではこの委託契約書にサインをお願いします。私がサインする。二人とも競売に参加する場合はここで買い手の身分登録をしてください。もちろん参加だ。私がサインする。名誉隊員、お前は単身のことを探れ。単身？それは地髄鉱脈単身のことでしょうか？私の知る限り、単身の落札を狙っている人はかなり多く、販売価格は600シールドを下らないと思われます。そんな大口を叩くな！地髄鉱脈単身はオークションの最後に出す予定です。希少価値と有用性を兼ね備えた至極の宝物ですので。ですが、慌てる必要はありません。あなたたちのぬいぐるみについている宝石だってそれなりに値が張るものです。高額で買い取ってくれる人がいればきっと単身を手に入れることができますよ。そんな悲観しないでください。コツを伝授しますね。オークションに参加する買い手が多ければ多いほど、あの大きなクマのぬいぐるみの値段も上がります。この会場にはたくさんの潜在的な買い手がいますので、あなたは優しく後押ししてあげるだけでいいのです。よくわからない、何を言ってるんだ。なるほど、それなら私は手伝えないな。だって私は嘘がつけないから。キキはこんなに可愛いんだから早く聞いてみよう。きっと買い取りたい人がたくさんいるはずだ。あのクマのぬいぐるみすごいわね。あなたも見た？待って、なんで知っているの？まさか同業者？そうよ、
まさか他にも気づいた人がいたなんて。はあ、あの宝石を手に入れるのは簡単ではなさそうね。でも本当に理解できない。なんであんな貴重な宝石を熊のぬいぐるみに。もしかして新手の詐欺かしら。キキがあの石にふさわしくないって言うのか。あ、キキ？それって。あー、なるほどね。それならそうと早く言ってちょうだい。あなたたちの出品物には興味があるの。いずれにしてもあれほど純度の高い黒宝石は仮想部ではめったにお目にかかれない。どうにかしてあの熊のぬいぐるみを手に入れないと。たとえ大金を使ってでも。はっ、キキは絶対に高値で売れる。あの宝石鑑定士も参加することになる。フックのぬいぐるみは大人気になるかもしれない。俺に話しかけるな。オークション会場にいる人間は誰も信用しない。いいか、オークションで勝つのは一人だけ。ここにいる奴らは全員俺の敵だ。この俺を騙せると思っているのが。友好的なふりをしている人間ほどその裏で策略を巡らせているものだ。このおじさん怒りっぽいみたいだな。怒る？怒ってなどいない。むしろ俺は機嫌がいいんだ。適当に物を言うな。お前たちは売り手だな。出品リストの中にクマのぬいぐるみがあった。あれはお前たちのものだろ。ふん、顔に出ているぞ。そのクマのぬいぐるみには何か仕掛けがあるに違いない。このおじさん、世界中の人が自分を陥れようとしてるって思ってるみたいだ。どうする、名誉隊員。なんだ、俺に得させたくないのか。そのぬいぐるみにどんな秘密が隠されているのか絶対に確かめてやる。そろそろオークション会場に行って開始を待ってもいい時間だ。でもまだ少しだけ時間がある。もう少し潜在的な買い手を探してみよう。誰か私の可愛い孫を見かけなかった？ああ、やっと見つけた。もう逃がさないよ。この子ったら私の言うことをちっとも聞かないんだから。何回も言ってるでしょ、ちゃんとついてこないと迷子になるって。うわぁ、早く助けてくれ。違う、おばあちゃんが勘違いしてるだけだ。変なこと言わないで。孫の顔を見間違えるはずがないでしょ。どれどれ、おばあちゃんに顔をよく見せてちょうだい。おや、本当に私の孫じゃないみたいだ。それじゃあ私の大事な孫は一体どこに。あ、心配でたまらない。よう、ボクちゃん、なんで一人でこんなところをうろついてんだ。そうそう、ボクちゃんよ。お父さんとお母さんはどうした？まさか一人で来たわけじゃないよな。あなたたちが僕をここに連れてきたんでしょ。僕のおばあちゃんならすぐそこに。うるせえ、そんなことは聞いてねえ。まあいい、いい人ぶる必要はなさそうだ。今すぐ金を出しな。は？誰だお前。兄貴、この二人組はガキより金を持ってそうだ。こっちを狙おうぜ。よし、こいつらを狙え。行くぞ。
私が誰だか知ってる？こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるねくるくるーっと。もう大丈夫だ。一緒に家の人を探そう。すっごく強いんだね。僕もいつか君みたいになれたらいいな。ありがとうお兄ちゃんと、それから君も。またね。あれってさっきの子供だよな。あ、君はさっきのかっこいい女の子。おばあちゃん、この子とお兄ちゃんが僕を助けてくれたんだよ。まあ、それならちゃんとお礼をしないと。おい、何を言ってるんだ。怒られたいのか。おばあちゃん、オークションに熊のぬいぐるみが出てるんだけど、僕たちに買えるかな。きっと優しい人が売りに出したのね。それじゃ見に行ってみようか。もし買えたら、お父さんとお母さんにはおばあちゃんが買ったって言わないで、このお兄ちゃんからもらったって言うのよ。やったー、おばあちゃんありがとう。あの子とおばあちゃんは仲がいいみたいだな。もし二人がキキを連れ帰ってくれたら、キキもきっと喜ぶはず。うん、うじうじ考えるのはやめよう。行くぞ名誉隊員。クマのぬいぐるみ？ああ、国宝石が縫い付けられているあれか？買おうと思っていたけど、財布を忘れたことに気がついたんだ。今回のオークションを楽しみに、せっかく隣町から来たのに。この人はやめよう。でも、オークションに出品したいものと委託契約書もあるんだ。商品さえ高く売れれば、クマのぬいぐるみを買えるかもしれない。それで委託契約書もなくしてしまった。この人はやめよう。待ってくれ。でもな、委託契約書がどこにあるのか分かってるんだ。俺の契約書はロボットに盗まれたんだ。そいつは機械の墓地の方に隠れてしまったから、少し怖くなって後を追えなかった。何もかもがうまくいかない。もし契約書を取り戻せなかったら、クマのぬいぐるみを落札するのも無理だろうな。言うことを聞か、眠るといいわ。私が、くるりんと。私が誰だか知ってる？こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるねー。くるくるーっと。重傷ね。くるりんっと。即戦即決と言って、
破るためにある。くるくるっと。お注射の時間、眠るといいわ。何、ちょっとは静かになさい。私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くるりんっと。この紙があのおっちょこちょいがなくした契約書だな。行かない。え？ロボットに盗まれたのに、どうしてお前が持っているんだ？私たちがロボットを倒して、お前の契約書を取り返してやったんだ。本当か？ありがとう。これで出品物を売って、そのお金で国宝石のぬいぐるみを落札することができる。お前たち本当にいいやつだな。この恩は絶対に忘れない。オークションに地髄鉱脈単身が出品されるとは聞いていたが、こんなに高いとは思わなかったな。誰から聞いたの？地髄単身って？パフラビーさんから聞いたんだ。詳しいことも彼がこれを欲しがってる理由もわからないが、これだけの高値がついてるってことは欲しがってる人がたくさんいるってことだ。この値段もすぐに上がるだろうな。どうして単身なんかにこだわるのよ。あの大きな熊のぬいぐるみもなかなかいいと思うけど。なんでそんな子供っぽいものばかりに興味を持つんだ。はあ、お前とは話が合わない。オークションに地髄鉱脈単身が出品されるとは聞いていたが、こんなに高いとは思わなかったな。誰から聞いたの？地髄単身って？パフラビーさんから聞いたんだ。詳しいこともこれだけの高…どうして？なんでそんなこと…があるって聞いたから来たのに、私が欲しいものが全然ないじゃない。なんで開始価格がこんなに低いのよ。誰も買わなかったら私が損するじゃないの。自分で宣伝してみようかしら。知らない人に話しかけるのは得意じゃないけど。じゃないか。やっぱりオークションに来てくれたんだな。前に会ったの覚えてるか？俺を忘れたのか？薄情なやつだな。まあいい、ちょうどお前の話をしていたんだ。単刀直入に聞くが、お前は地髄鉱脈単身を目当てに来たんだよな。ああ、緊張してるのか？別に探りを入れに来たわけじゃないんだ。気にしないでくれ。俺は何も知らないことにするから。ところでゲーテレストランのゴーディを探しているんだ。
もし彼女に会ったら俺のところに来てほしいと伝えてくれないか。ゴーディの姪がボルダータウンに帰ってくるらしくてな、少し前にオークションで子供にプレゼントできそうなものが出品されてないか聞かれたんだ。今日のオークションには子供向けの品がいくつか出ているんだが、ゴーディの姿が見えなくて。ボルダータウンに帰ったのか？オークションを逃してしまうなんてもったいない。ゴーディが子供向けのおもちゃを探している。彼女を説得できればフックのクマのぬいぐるみの競りに参加してもらえるかも。まだ早いし、どこか行こうか。あら、オークションがどうかした？メイが喜ぶようなおもちゃがあれば、少し値段が高くても落札したいと思ってたのよ。大事なのは子供が喜んでくれることだからね。それで早起きして見に行ったんだけど、出品されてるのは古代遺物や地髄単身みたいな専門的でコアなものばかりで、一通り見て回っても気になるものがなかったから早めに帰ってきて店番をしてるってわけ。そう、私が欲しいものもいっぱい出品されてたんだ。例えばキキっていう名前のクマのぬいぐるみがすごく良かった。ゴーディーおばさんのメイも絶対に気に入ると思う。そうなの？出品物が増えたことは知らなかった。わかった、ここを片付けたらルローシャキャンプに行ってみるよ。わざわざ教えに来てくれて本当にありがとうね。少々お待ちください。まもなくオークションが始まります。続いては国宝石が縫い付けられた手作りのぬいぐるみです。ボルダータウンの宝石愛好家フック様による出品でございます。非常に珍しい国宝石と素朴で可愛らしいぬいぐるみの組み合わせです。開始価格は300シールド。325。25シールドだけあげるのはちょっと。何がいけないんだ、25と言ったら25だ。350。さらに50。私もさらに50。あたいもさらに50。宝石鑑定士としてこの国宝石は絶対に落札するわ。さらに100シールド。600シールド。他の方はいかがでしょうか。600シールド。国宝石のついた手作りのぬいぐるみ600シールド。これ以上の額を提示される方はいらっしゃいますか。600シールド落札です。この宝石は私のもので。はあ、これでお金が足りるといいけど、単身を落札できなかったらどうしよう。それはそうかもしれないけど、私はやっぱり親父の大切な宝物を取り戻したい。少々問題が起こり、地髄鉱脈単身の競売は後に回すことになりました。単身にご興味のある方は今しばらくお待ちください。ただの調整に過ぎませんので、ご心配には及びません。それではここで一旦休憩とさせていただきます。オークションは後ほど再開いたします。休憩？まさか地髄単身に何か問題が起きたとかじゃないよな。あのスタッフがいる、早く聞きに行こう。
地髄単身に何があったんだ。今すぐ私に教えろ。今すぐ。それは少し技術的な調整が必要になっただけだ。大丈夫だから気にするな。なんでそんなにおどおどしてるんだよ。もしかして単身が盗まれたのか。その盗まれたと決まったわけじゃないんだ。売り手にも連絡して人を集めて探させてるからすぐに見つかると思う。そうだそうだ、まったく遅延のやつらと来たらモグラ島よりダメダメじゃないか。私は泥棒を捕まえて単身を取り返したい。名誉隊員、何かいい案はないか。登録した人たちを疑っているのか。ありえない。俺たちはオークションの全てを監視して。バカ、名誉隊員が言いたいのは泥棒はオークションっていう機械を利用しただけで売るつもりも買うつもりもないってことでしょ。こんなことで報酬を欲しがるな。ボランティアを知らないのか。はあ、ちょっと待ってくれ、確認してみる。あ、お前たち以外に買い手登録をしているのに全く入札していない奴がいる。こいつと一緒に登録した候補には覚えがある。行こう、二人を探して尋問するぞ。おい、お前と一緒に登録した候補は今どこだ。ああ、彼なら町に戻ったはずよ。もう逃げたのか。ここに来た時は地髄鉱脈単身とかいうのを買いたいって言ってたのに、途中で考えが変わったのか一人でボルダータウンに戻っちゃったの。私も彼のことはよく知らないから直接町に行って探した方がいいと思う。本当にそいつが泥棒なのか。俺は違うように思えてきたぞ。まあいい、よそ者。お前たちはボルダータウンに行って奴を探してくれ。俺は他の買い手が勝手に帰ってないか確認してみる。もしかしたら泥棒は今もこの人混みの中に紛れているかもしれないからな。よし、ボルダータウンに行って泥棒を捕まえよう。まだ早いし、どこか行こうか。おいお前、その手に持っているのは地髄単身だな。おとなしく渡せ。なんだお前たちは。誰だ。俺の交渉相手はどこに。名誉隊員、こいつと話をしても時間の無駄だ。さっさと取り押さえるぞ。チッ、ただのガキが。野獣馬のつもりか。お前たちはこの単身の価値を知ってるのか。忠告しておくが、ボスは苦労してこの単身を手に入れたんだ。万が一。泥棒は黙ってろ。ホールマスターの一撃を食らえ。お注射の時間よ。眠るといいわ。くるりんと。やめろ、やめてくれ。降参だ降参。少し落ち着いてくれ。単身を渡すから少しは俺の話を聞いてくれ。あのオークショニアから聞いたんだ。地髄単身は少なくとも600シールド以上で落札されるって。600シールドだぞ。そんな大金を見たことがあるか。ここまで来てお前たちを騙して何になるんだ。こうするのはどうだ。俺とボス、それから数人の仲間で600シールドを集めるから、この単身をお前たちから買い取ったことにしてくれないか。ダメだ、私はそんなことしない。お嬢ちゃん、そんな固く考えるなよ。じっくり話し合おう。ああ、わかったぞ。
この単身を独り占めにする気だな。チェ、まともな人間に会えたと思ったが、まさか盗んだものを奪われそうになるとは。もちろん分かってる。行こう、名誉隊員。オークション会場に戻ろう。待て、本当にそれを返すのか。600シールドだぞ、600シールド。考え直してくれないか。考え直すことなんてない。この単身はすっごく欲しいけど、私は泥棒になるつもりはないからな。私たちは正々堂々オークションで手に入れてみせる。行こう。いい感じだ。